リリーさん、俺のあの昔親父が乗ってた車ありますよ。どこに？玉川ですね。うわ、すっごい排気ガスの匂いがする。うわー、かっこいい。すいません、リリーさん、俺恥ずかしい、これね、れ名前が忘れちゃった。ランサセレッセ、セレッサ、セレッセ、セレッセ、わー思い出した。そう、セレッセ。いや、今ね、セレッセって言われたら思い出した。ランサセレッセ、ありがとうございます。お客さん、かっこいい。セレッセ、姉さんセクシーでしょ、ちょっとセレッセ、やっぱり。そうだね。ね、この華奢な感じ。お、後ろがすごい、荷台がすごい。本当だ、こんな、これ席なんだ、後ろ。あ、これじゃあ倒せばフラットになるってことですか、ね。すごい、意外と広いよ。本当ですね、うん、確かに居住空間。いや、この黄色がなかなかないよね、このカラーリングとさ。ねえ、今ない。ない、本当だね、さゆとり。クラシカルな感じ。そう、なんか昔の鍋とかも、なんかこう、ボールなんかこういう、ね、あのポットとかこんな色だったよね。こういうね、なんかね、そう、昭和初期の、昭和の、うわちょっと全部回れないじゃん。すいませんね、ありがとうございます。うわー、すごいな、かっこいいね。フェアレディガットさん。うわー、あ、これフェアレディだ。はい、やっと日産の車に。日産の車、そう、姉さんのね、保有しているシーバーは日産ですもんね。そう、あー、うわー、すごい、うん、これ280Z。 うん、後ろ出てるんだね。ね、そうなんですよね、バンパーがね。見つけても安心な。ねえ、これしっかりとしたバンパーで日よけがすごいな。これ 280Z ダットさん。これね。ダットさんってさ、一番最初の名前だったんだね。そうなんですよね。うん。ダットさんだった。うん。ダットさんだった。ここにさんの前に。うん。どんどん行こう。はい。どんどん行かないと。 いっぱいあるよ。何台来てんだろうね。ねえ、例年だと300台こうやってエントリーがあるらしいんですけどね。あ、すいません。かっこいい。うわー、これすごいね。これでもパトランプが横だよ。新しく付けたんですかね。前昔は1個だったよね。こういうやつですもんね、石灯がね。今風のにつけて、ね、見て、玉の跡がある、玉の跡。わ、パンパン、うわ、すごい。面白いですね。実際にやってるわけじゃない。そう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 。あ、そういう、なるほど。西部警察、愛好会。西部警察、てー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 。あ、そういう。こうしてれば普通に乗れるもんね。確かにね、こうやってね、うん、あ、これだから姉さんの通り、これ、なるほど、あれ隠してるから、警視庁の死を隠してるから乗れるってことですか。乗れるんだよ。そういうことですか。多分だから、これで来たんですかね。これで来たんじゃない。すごい、あ、うわ、すごい、あ、かわいいな、なんか、あ、なんか雨漏りしてるの。あ、それを救ってるんですか。絞ってる、うわ、これもしかしてブルーバード。ブルーバードか。こんにちは、日産ですね。雨漏り、雨漏り大丈夫ですか。大丈夫です。え、普通。あ、すっごい雑巾いっぱい敷いてある。あ、ほんと大変ですね。大変だ、雨漏り。うわ、でも大事に乗ってらっしゃるんですね。ありがとうございます。リリーさん、俺のあの昔親父が乗ってた車ありますよ。どこに？いいですか？どこにある？日産セドリックディーゼル。これセドリックの茶色でした。はい。かっこいい。はい。はい。乗ってるよ。はい。あ、乗ってらっしゃいます。こんにちは。あ、これグロリアだ。あ、グロリアだ。だから同じ型ですね。セドリックでこの形でした。LP ガスだって。LP ガス車？あ、こんにちは。こんにちは。え、ガスがボンベが乗ってるんですか？え、それはもしかして昔タクシー車両だったりとか。タクシーで4万キロ。はい、4万キロ。新車じゃん。本当だ。パンパンじゃん。これから ね、走りますね。走れるね。でもそのいわゆる
給油とか給ガスするときはあのタクシーさんが入れる LP ガスのところスタンドに行くんですか。ね、あんまないよね。ね、そうですね。じゃそれを把握して出かけると。え、じゃあこの給油は関係ないんですか。で、そこから入れる。あ、こっからガスって一体どういうガス入れてるとこ見たことなくて。ガソリン、あ、お、トランク開きました。あーあ、タンクが乗ってる。ああ、そういう風になってるんだ。へえー、なるほどなるほど。普通の車では見れないね。ね、そうですよね。これが LP ガスのタンクの、そう、うわー、すごい。懐かしいですよ、このスペースも。海水浴行くときにね、ここ開けて、あの子供の頃、小学校の頃でした。あの親父が、そうなんですよ、ね、なんかでかいなっていう。当時そのセドリックだったんですけど、親父が乗ってたのがやっぱだからでかいイメージで、で330でこれこの丸4トンはディーゼルだったんで、うん、なんかすごいトト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 トって結構ね、あの音がすごい大きい、あの力強い音がしてかっこいいなと思ってました。いや懐かしい、ありがとうございます。すいません、あ、ありがとうございます。まだまだいけるね。ありがとうございます。ハコスカですか。これスカイラインだ。はい。でもハコスカってもっと箱型だったよね。これはなんて、これもハコスカですね。呼ばれて、あ、はい、この顔つきそうだ。そうですね。このなんかライトのところがこうポカッとこう少しこうね、外側に対して広がってる感じがね、あ、ハコスカのイメージですもんね。いや、いい、渋いね。ねえ、かっこいい。これはツードアクーペ。ツードアクーペでいいのかな。オートマ車だそうです。オートマなんだ。ねえ。もうあの当時オートマがもうあったんだ。あ、もうシフトノブがこういう。なんかこのホイール出てる。はい。UFO みたいな形。ここね、すごいポコッとね。出てるね。ねえ。あ、でもこれ多分純正なんだね。純正ですね、姉さん一人で。GTX。へー、はい、オーナーさんですか。スカイライン GTR 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 ちょっと GTX もいいけど GTR もね、そう、わあ、まるまるこっち、この4枚のスカイラインもいいけどポルシェもあって GTR GTR だ。え、 GTR これ純正のオーバーフェンダーですか。純正のホイールで、すごい、こんないかついホイールなの。はい、タイヤはじゃあ太いの履かせてってことですか。そうそう、出てるもん、出てるもんね。いいですね、太いよね。白に黒のオーバーフェンダーでね。まだエンジンがいいんだ。エンジンがいいんだ。まあこの四角い4つのテールでエンジンダブル出しのマグラで、いいな、エンジン聞かせてもらえますか。うわぁ、ペダルも書いてあってかっこいい。ペダルがすごいかっこいい、ね、なんかうわぁ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 たまらないですね。うわすっごい排気ガスの匂いがする。ねぇ、興奮しますね、この排気ガス。ババババババって、すごいね、うん、いや、すげぇこれ。いや、すごい。まさにこのエンジンはいじってないですか。新鮮いじってる。だって大きいもんね、音が。ね、いいですね。はあ。あ、前が。L 型。サービスだった。前が。あ、やっぱサービスだった。オーナーさん、うわ、エンジン見させてくれる。うわあ。かっこいい。え？うわ、すげえ。こんな縦なんだ。6気筒ってこと。6気筒すごいですね。6気筒の2000、すごい、すごい。これえ、これは L 型6気筒ってことなんですか。これは L 型って言うんですか。合ってます。 S だそうですよ。かっこいい、すごいね。うわ、赤の配線もまた合いますね、姉さん。いや、かっこいい。日産のこう縦についてるんだね。縦についてるんですね。
こっち、ちょっと待って待って、結構空間もあるね。で、これね、なんか今の車ってぎっちりいろいろ入ってるけど、そうですね、スペースがある。だからこういろいろメンテしやすいかもしれませんね。でもいじってるって何をいじってるんだろう。はい、どこいじってるんでしょうか。これはノーマルエンジンはノーマルで、キャブレターだけよく、このすごいですね、当時のまま、ほとんど当時のままで維持してるってすごいですね。シートすごい綺麗。シートこれ本革ですか、やっぱり GTR は。あ、でも綺麗だよね。で、すごいですね、これ姉さん乗せてもらうことできますか。やった。姉さん、お邪魔します。だからそのまま帰っていいの。帰っていいの。ほんとに。おお、俺も連れて帰ってくれ。ああ、俺も連れて帰って。 オーナーさんだ。おお、これがブレーキ。あれ、ブレーキ。ブレーキ全然わかんない。そうですね、ブレーキがそれですね。これだよね。え、待ってください、ブレーキ一番左ですか。ブレーキは真ん中でしょ。あ、ブレーキは真ん中で、これがクラッチ。クラッチだ。俺も全然、俺ら全然わからない。俺の、ね、でもちゃんとカーナビついてる。ブレーキ、カーナビが、カーナビもついてる。ついてる。ドライブレコーダーもついてる。ドライブレコーダーもついてる。ドライブレコーダーついてる。今の、車事情、最新のものを取り付けて。うわー、これすごい。姉さんやっぱ合うな、姉さんに。姉さんに合うな。このまま走り出してほしいな。いや、クラシカル中が、ね、ありがとうございます。わー、すごーい。キャイーグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。